皆さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日はプチプラ縛りプラス最近買ったコスメをレビューしながら春っぽいピンクメイクをしてみました。動画で全然紹介できていなかったアイテムだったり、最近買ったコスメを使っているので、ぜひ気になる方は最後までチェックしていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、ということでメイクを始めていきたいと思います。今日はちょっとオープニングでも話したと思うんですけど、プチプラのコスメを使って縛りメイク久々にやっていきたいと思います。最近買ったコスメとかもね、メイクに登場させながらやっていこうと思うので、ぜひレビューがてら見ていただけたらなと思います。まずはこちらです。エクセルのラスティングタッチベースのエッセンスモイストの化粧下地です。こちらは2月25日に発売で、私はプラダで購入しました。で、1日中崩れない抜群の化粧持ち、洗練肌続く乾燥崩れ防止下地みたいです。で、こちらの乾燥防止バージョンと皮脂の崩れの方の2種類の化粧下地が発売されていました。眉毛がちょっと眉毛サロンに行ったばっかりでちょっと薄いんですけど、自分自身も違和感なんですが、やっていきたいなと思います。こちらを手に出してみると、じゃん、こんな感じ。結構ピンクっぽい色味がついているもので、モイストトリートメント設計でかさつきや粉吹きの崩れを防止してくれるみたいです。で、私乾燥肌なので、まあ、2種類販売されていたんですが、こっちの方がね、私には肌に合うかなと思ってこちらにしてみました。触った感じめちゃくちゃ気持ちいいです。では顔にのせていきます。でね、私こういう顎とか、あと鼻周りとかが花粉なのか、すごく最近肌が荒れてしまっていて、それがすごい気になってるんですけど、伸ばしていきます。今日初めて使ったんですけど、すごくツルッとしている。ちょっとこっち側だけ塗ってみます。鼻周りとかここら辺がすごい今赤みが出ちゃってるんですけど、結構色補正してくれるし、オイルっぽさがすごくある感じがします。すごく保湿されている。こちら側も塗ってみます。結構しっかり色味もついてるので、こういう目元のくのくすみとかもパッと飛ばしてくれます。目の上もねくすんでるんですが、カバーしてくれます。そしてね、何より伸びがとってもいいので、これ使いやすい。はい、今全顔塗ってみました。ちょっと塗りすぎかなって思ったんですけど、スッと伸びてくれるし、すごく良い。かなりトーンアップしてくれますね。首との境目をちょっと塗っておくのと、これだけで十分なツヤ感とカバー力がある気がします。まあ、本当にね、こういうプツッとしたものはカバーしきれないんですけど、ちょっと目のくすみの部分だったりとかは最初に比べてしっかりカバーしてくれているなと思います。優秀ですね。ちょっと時間が経ってからがどうかなっていうのと、あとは SPF32 の PA3+ 入っているので、外に出た時、これからね、紫外線3月はもうとにかく強くなると思うので、そういうのの対策にもいいかなと思います。スキンケア感覚でまとう美容液効果って書かれてるので、まさにそんな感じで、すごくスルスルっと伸びてくれてよかったかなと思います。ちょっとこの上にファンデーション重ねていきます。で、ファンデーションはちょっと私の大好きな、今日はメディアを使っていこうと思います。そこまで塗りたくらないで、ちょっとだけちょんちょんちょんとのせて、あと目元のせて顔全体に伸ばしていこうと思います。先ほどのエクセルだけでもある程度カバーしてくれるので、そこまで厚塗りにならないように、目のこういう気になるところだけカバーしていきます。で、あとこの後ちょっと外に出る予定があるんですが、どうせマスクをしてしまうので、最近はね、まあ、メイクしてる時はあんまりファンデーション塗らないことが多いのと、パウダーでしっかりその代わりねセットしてサラサラな状態にしていくことが多いです。すごい、なんかさっきの下地がすごい保湿力がありすぎるぐらいあって、ましてやこのねクリームファンデーションもすごく保湿されてね、乾燥しないのですごくいい感じ。ちょっとしかファンデーション使ってないんですけど、これがめちゃくちゃいいし、パッケージ本当に上品ですよね。で、この気になるクマ、こちらのエクセルのサイレントグローコンシーラーを使ってカバーしていこうと思います。ちょっと手でなじませて目元にのせていきます。今日はプチプラ縛りなので
いつも使っているコンシーラーとはまた違ったものを使ってカバーしていこうと思います。目元をトントンと叩いていきます。あとこれ結構私よく使うのがこの口角部分のくすみを飛ばすのにこのピンクはよく使っています。目元がねパッとこれで明るくなりますね。まぶたの上も乗せちゃいます。でパウダーに行きます。パウダーはこちらエテセのスキンケアパウダーです。最近なんかねこのパウダーにまたハマっていてよく使っているんですが、こういう感じの真っ白な私の好きなスキンケアパウダーなので特別色がついたりもしないしすごいサラサラにしてくれるので好きなパウダーの一つです。これをおでこともう顔全体しっかり最近はパウダーのせちゃっています。ファンデーションがねついちゃうんですよねマスクに。なのでパウダーで私はしっかり押さえてサラサラでよれないようにしています。ちょっと顔の下までなじませてサラサラに、このねベタつきがなくなるぐらい私はパウダーをのせてしまっています。さらシェーディングはいつも通りのキャンメイクを使って、これはもうさっと入れちゃいます。どうせ今日マスクしちゃうんですけど一応さささと顎ラインと境目に入れます。眉毛に行きたいと思います。眉毛ちょっと最近思いっきり生やして眉毛サロンに行ってきました。で眉毛ある程度整えてもらったんですけど、その時になんか眉毛用のこういう形のねアイブロウ描く時の型みたいなのをもらったんですけど、なぜか昨日使ってどこに置いたか忘れてどこかに行ってしまったので、今日はちょっとプレートなしで眉毛を描いていきます。で眉毛って、まあ、私ももちろん左右対称にはやはりならないと言われてて、目の筋肉とかでも眉毛の形はすごく変わるらしくて、なんか奥が深いなと思いました。本当に眉毛が左右対称にはならないので、うまく自分で描いて調整するしかないねっていう感じで言われたので、あとはアートメイクとか眉毛エクステとかでこう左右のバランスをとってあげるのもありかなっていう話でした。先にねある程度私はパウダーで埋めてから形をとっていきます。ヘビーローテーションです。眉マスカラはヘビーローテーションを使います。なんか眉毛のサロンに行ってからいつも以上に眉毛に時間がかかるようになりました。なんか眉毛の毛を伸ばした方がいいか短い方がいいかっていうのもちょっと相談してみたんですけど、なんか短い方がちゃんと処理してて整ってる感じがするから長いのも今の時代っぽくていいよという話だったんですけど、ちょっと私しばらく短めで行ってみようかなと思っています。それかまたね全力でボーボーに伸ばしてちゃんと綺麗にまた脱毛してもらおうかなと思っております。ちょっとノーズシャドウもささっと入れたら目元に行きたいと思います。アイホールにはミシャのアイシャドウを入れていきます。これお気に入りでよく使っているものです。こちらを指にとってで、今日メインに使うアイシャドウがこちらセザンヌシングルカラーアイシャドウの08番のカラーです。こんな感じのピンク色のカラーで視聴者様からプレゼントでいただきました。ありがとうございます。もうすでに使っていて春なのでこれを使ったピンクっぽい今日はメイクに仕上げていきたいなと思っています。で先ほどベースを塗ったのでこちらをブラシにとって広げていきます。で同じカラーを下にも入れていきます。はい、上と下両方に
ピンク色のカラーを入れたんですけど、このカラーがそこまで強く発色する感じではないので程よくて下着も使いやすいかなと思います。でちょっとねラメっぽさもゴールドのラメがキラキラとたくさん入っているので涙袋とか下着入れてあげるといいかなと思って最近はよく使っています。そしてじゃじゃじゃん、もっとキラキラとピンクを足すためにこちらのディアダリアを使っていきます。何度もね登場したことがあるんですけど、こちらがねすごくキラキラ感を足してくれるのでこちらを指にとって、上まぶたにちょっと重ねていきます。でこのメイクしてた時に友達に会ったんですけど褒められたので女子受けはいいキラキラな感じになるのかなと思います。本当にキラキラです。はい、アイシャドウができたので続いてはまつげに行きたいと思います。まつげを少し上げてマスカラいきます。マスカラはこちらパシオのパワフルカールマスカラのメガボリュームというものです。マツイクの動画を出した時にマスカラボリュームタイプいいんじゃないですかっていうコメントをいただいて、ボリュームタイプのパシオの話題になっていたマスカラを買ってみました。でコームの先がこんな感じですごいクニュクニュっとうねっていて、これがどの方向のまつげも全キャッチするという感じの特殊なブラシみたいです。でカラーはちなみに私はブラウンにしました。ではこちらを実際に塗っていきたいなと思います。すごいしっかり色づいてくれます。おお、こちらが上側だけ塗ってみました。すごい。そして下まつげもね同じもので塗ってしまいます。こんな感じでマスカラこちら側の目塗ってみました。こっちまだ塗ってないんですけど、ボリュームなのにすごいロング効果のあるような伸びてる感じのするマスカラです。すごい目元の印象が左右で全然違います。まつげってね大事だなとつくづく感じさせられます。では反対の目もっていきましょう。おお、すごい、じゃじゃん、マスカラ塗れました。すごいボリューム、なんかロング効果ではなくボリュームのはずなんですけど、すごいロングにもなっている感じの目元がバチッとするマスカラかなと思います。アイラインね引こうと思ったんですけど、アイラインいらないぐらいマスカラだけですごく目元の印象をはっきりさせてくれるマスカラだなと思います。でもちょっと目尻だけアイラインを足します。でこちらの目もちょっとだけ、なんかマスカラの印象が強くてアイシャドウもすごくピンク濃いって感じではないのでマスカラ強めのメイクになったかなと思います。そしたらハイライト入れ忘れてたのでハイライト入れていきます。ハイライトはセザンヌのパールグローハイライトです。プチプラのハイライトで一番を選べと言ったら絶対これです。まあいろんな方も紹介しているし褒めているコスメだと思うので、まあ、私も全く同じ意見にはなってしまうんですけど、とっても綺麗なツヤでもう本当にプチプラだとは思えないぐらいツヤツヤな肌にしてくれて、これ使ってると何使ってるのって聞かれることも多いんですけど、意外とデパコスではなくプチプラのセザンヌだったりするので本当にこれは優秀なコスメだなと思います。でハイライト、こちらロージーローザのハイライトブラシを取ってちょっとなじませて鼻にのせていきます。これねつけすぎると本当にキラキラになっちゃうので程よくこの C ゾーンにものせます。なんかねつけすぎると結構シャンパンベージュではあるんですけど白目で色がのるのでなんか歌舞伎みたいになりかねないので優しくのせていきます。本当にこのツヤがすごい、そんなにのせてないのに本当にツヤっとしてくれます。でアイシャドウをピンク系にしたのでチークもちょっと春っぽいカラーにしたいと思います。サナエクセルスキニーリッチチークのピンクネクターです。これすごくイエベって感じの可愛らしいカラーになっています。こちらをブラシに取ってのせます。こちらの6プラスのブラシに取って、これもね発色がいいのでちょっと押さえつつ頬にのせていきます。ハイライトが塗りすぎちゃったかな、ちょっと重ねてちょっとチークしっかり塗って春っぽいポワッとした感じに
して最後仕上げのリップです。リップはねちょっと最近実はひっそり買っていたこちらレブロンのキスグローバームのリップカラーです。このレブロンキスグローバームが、3色出ていて今日使うのが001番なんですけど002番のピオニーグロー004番のデイジーグローって言って赤とちょっとオレンジっぽいカラーがあるんですが私今回はこちらのピンクのカラーを使っていきたいと思います。で3色とも買っています。このねパッケージといいバームといい私の好きな某デバコスのリップに似てるなぁと思ったので使ってみたいと思って買ってみました。で手に出してみるとほんとつるっととろけるような感じで、で色味もつくんですけどこれが花びらのように透け感のあるシアーなリップでナチュラルカラーなんですけど唇のpHレベルに反応して色が変わってくれるみたいです。プラザでは2月の23日から発売されているんですけども3月19日に全国で発売されるみたいです。ほんとね色味がトゥルトゥルで可愛くて最近は割とポーチに入れています。で色もほんのりね残ってくれるのでティントっていうものではないとは思うんですけども色持ちも良いなと思います。ではねちょっとリップ塗っていきます。すっごい色づくわけじゃないんですけど、はい、こんな感じのピンクカラーになっています。でね、これ多分唇にスッと馴染んでくれるリップでマウスピースにもつきにくくて最近気に入って使ってます。で、こちらに重ね付けなんですけどもこれも最近発売されたエクセルのニュアンスグロスオイルの GO の01番グレープフルーツというカラーでこれもうねめっちゃ可愛いんですよ。ラメ感も入っているザ・イエベカラーなんですけどグロスオイルも楽しみにしてたので購入しました。でこちらのリップなんですけど先端部分がシリコンになっているのですごく塗りやすいですし唇にフィットする感じもいいなと思っています。これをね上にちょっと重ねます。すごいさっきのリップとも相性のいい可愛らしいピンク色のカラーかなと思います。はい、こんな感じで今日はピンク強めの春っぽいメイクをしてみたつもりです。では着替えていきたいと思います。はい、ということでメイクが完成しました。今日は最近購入したプチプラコスメを使って縛りメイクをしてみたんですが最後にこちらの D プログラムのアレルバリアミスト敏感肌用化粧水を最後に吹きかけて仕上げたいと思います。でなんか本当に花粉症なのか喉のイガイガだったり肌のねあれがねひどくて最近こちらを仕上げに使っています。これをシュッシュと吹きかけます。クラランスよりは結構ちょっと噴射のミストは強めではあるんですがこの時期にはいいかなと思って仕上げようとして使っています。今回初めて使った下地だったり最近気に入って使っているリップなんかを紹介させていただいたんですけど最近は割とピンクっぽいメイクにしたりこの視聴者様からいただいたセザンヌのアイシャドウを使って目の周りをこう囲むっていうのにハマっています。でマスカラもブラウンを使うことが多くなったりとか少しずつメイクにも変化があったりパーソナルカラーがねイエベ春なのでちょっと春カラーはもうすごく好きなんですがいろいろ今後も春っぽいメイクを楽しんでいけたらなと思っています。ということで今日も見ていただきありがとうございました。ぜひ気になるコスメがあったら皆さんもチェックしてみてください。チャンネル登録高評価その他の SNS もやってます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。